12級に合格しよう。こんにちは、宮古寺です。それでは今回の問題です。下の A から H の8個のマスの中にサイン、コサイン、タンジェントのどれか1つを入れて縦、横の計算が成り立つようにします。これについて次の問いに答えなさい。整理技能に対する問題ですね。回答用紙の空欄をすべて埋めなさい。この問題は答えだけ書いてくださいということで、これが回答用紙にボーンと与えられてるんですね。で、この A や B や C とかにサイン、コサイン、タンジェントのどれかを入れて、この全部の表がきちっとこの値になるようにサイン、コサイン、タンジェント入れてねという問題です。ではまずサイン、コサイン、タンジェントの値っていうのの確認をしておきましょう。ここに一生懸命書いたんですが、まず単位円っていう半径が1の円を考えてあげて、その上半分だけを考えています今。で、これが観覧車だと思ってください。遊園地に行ったら観覧車乗りますよね。あのカップルで乗ってちょっとイチャつくやつですよ。じゃあここから観覧車乗り始めて、地面からスタートですね。こう観覧車は本当は円なんですけど、上半分だけの観覧車ですよ。でここからスタートして、じゃららららららってここで一番上に行きますね。でここで地面にぶち当たってボーンっつって終わるっていう観覧車ですね。でこの、X 軸からのここの観覧車のここの角度を見てあげます。では観覧車がここにある時っていうのは、ここって0度ですよね。で観覧車がこう回ったら30度ですよと、ここ30度って書きました。で45度、60度、90度っていう風に回ってると思ってください。でここからここは120度、135度、150度、180度でボーンってなるとちょっと観覧車がね、地面にぶち当たってしまうのでね。でサインっていうのはこの観覧車の地面からの高さだと考えると分かりやすくって、0度の時は高さが0じゃないですか。で30度のところに高さが来た時っていうのは、よいしょ、こんな感じですね。こんな風に高さが2分の1になって、ルート2分の1になって、2分のルート3になって、最後1を迎えると。これ半径が1の円なので、ここの一番上は1です。でどんどん下がって、また2分のルート3、ルート2分の1、2分の1、0になってるよということです。それがサイン。でコサインっていうのが影の長さですね。ここの原点から見て、この地面に伸びる影の長さっていうのがコサインに相当します。では観覧車が0度の時っていうのは影の長さは1ですね。で30度になったら影の長さってちょっと短くなっちゃうじゃないですか。それが2分のルート3で、また短くなってルート2分の1、また短くなって2分の1で、ここで0になりますね、影の長さは。でこれ X 軸なので、左に行くとマイナスになります。でマイナス2分の1、マイナスルート2分の1、マイナス2分のルート3、マイナス1という形でこんな表が出来上がります。で最後タンジェントが傾きですね。この傾き具合です、この直線の。では観覧車が0度の時にいる時に、原点とこの観覧車を結ぶ直線の傾きって0じゃないですか。それがここ0で、ルート3分の1、1、ルート3っていう形で傾きがぐいっと上がります。で90度のところに観覧車が来た時には、傾きはなしになります。 Y 軸と平行になるので、では傾きがでかすぎるんですね。0、ルート3分の1、1、ルート3、2、3、4、5、6、100、100万、200万、500万、1億、でっかいなしっていう形ですね。なので、傾きはでかすぎてなしということです。で、これマイナス、ルート3、マイナス1、右下がりの直線なのでマイナスですね。でマイナスルート3分の1、0という形になってます。では、この値を使って、この表を今から、処理していきましょう。整理していきましょう。ではまず、ここサイン45度が与えられているので、サイン45度っていうのはルート2分の1ですね。ですのでここはルート2分の1という値になっています。ではどこが分かりやすいかというと、次ここですね。ここ0になっているので、
うんちゃら120度で0になることはないので、うんちゃら90度で0になるのを探してあげると、これってコサイン90度になりますね。ですので、ここはコサインが入ります。ここが0になってほしいんですね。ですので、ここはコサインです。よいしょ。はい、OK ですか。では次に分かりやすいのが、ここ攻めましょうか。ルート2分の1に対して何かと何かをかけてマイナス4分の1になってほしいので、ルート2分の1に例えばルート2分の1っていう数をかけてあげればルート2とルート2で2になりますよね。じゃあルート2分の1関連が出るのって135度のラインですね。30度のラインっていうのはルート2分の1っていうのはないですよね。ですのでこいつからルート2分の1っていうのを出してあげましょう。では135度っていうのを考えたときに、サインでもコサインでもどっちでも大丈夫なんですが、符号を考えたときにここがマイナスになってますね。ですのでここマイナスルート2分の1にしたいなと。ってことでコサインの方を採用してみましょう。ってことでここにコサインを入れてあげてマイナスルート2分の1っていう形にしておきます。ここコサインですよ。コサインが入りました。はい、ではこれでマイナス2分の1ができたので、ここ2分の1になってほしいですね。この横を見てあげると、じゃあうんちゃら30度が2分の1になるためにはサインですね。ですのでここにサインっていうのを入れてあげて、よいしょよいしょ、大変ですねこれね。はい、サインっていうのを入れてあげて、ここに2分の1という値にしておきましょう。これでこの横の列が OK になりましたね。では次にこの辺りを入れたので、この縦のライン辺りを攻めてみましょうか。ここのラインが0度とか135度、0度が分かりやすいのでここ行きましょうか。ではマイナスルート2分の1と何かと何かをかけてマイナス2分の1になってほしい。さっきと同じ発想ですね。ルート2分の1関連の値を出したいんです。でも0度のところっていうのはルート2分の1関連ってないですよね。なのでこの135度側からルート2分の1関連を出しましょう。では135度を見てあげると、まあサインかコサインですよね。で符号を見てあげるとマイナス2分の1になっているので、マイナスルート2分の1とルート2分の1をかけることでマイナス2分の1を作ってあげましょうか。では135度でルート2分の1なのはサインですね。ですのでここにサインを入れてあげることで、ここルート2分の1にしましょう。これでマイナス2分の1ができますね。ってことはここは1になってほしい。1になってほしいっていうことはうんちゃら0度で1はコサインですね。ということでここはコサインが入ります。これでここは1っていう数になりますね。さあではだいぶ埋まってきましたね。この横のラインいきますか次。はい、では何かかけ何かかけ1で1になってほしい。ということでこことここで打ち消し合ってほしいんですね。うんちゃら150度とうんちゃら120度でかけて1になってほしいわけです。じゃあうんちゃら150度とうんちゃら120度でこの120度ライン150度ラインを見たときにかけて1になるのって、このマイナスルート3とマイナスルート3分の1をかけてあげれば1になりますね。ということでタンジェントとタンジェントを入れてあげましょうか。ではここタンジェント150度にしてあげてマイナスルート3分の1、同じようにここタンジェントを入れてあげてマイナスルート3ですね。よいしょ、タンジェント150度のマイナスルート3分の1とタンジェント120度のマイナスルート3を入れたわけです。これでかけて1じゃないですか。ということで 1×1 で1ができました。さあラスト F ですね。もうここまでくれば簡単。マイナスルート3分の1と2分の1と何かをかけて4分の1になってほしいですよと。はい、でこの横のラインはね、もうここが0、
かけてるので0でいいでしょ。なのでこの縦のラインで見ましょう。さてさて、マイナスルート3分の1と2分の1かけて、でうんちゃらをかけて4分の1になってほしいわけですね。ではこのルート3分のっていうこのルート3が消えてほしいわけです。ではルート3関連っていうのはタンジェントしかないですよね。あ、タンジェント以外にもごめんなさいね、このあたりありますね。じゃあどうしますかね。マイナスルート3分の1と2分の1とうんちゃらをかけて4分の1になってほしいんだから、マイナスルート3分の2になってほしいですね。ここマイナスルート3分の逆マイナス2分のルート3になってほしいですね。これでこれかけこれかけこれをしたら符号がまずプラスで、ルート3分のとルート3がバッチバッチと消えて2と2で4分のになりますね。ではうんちゃら150度でマイナス2分のルート3になってるのはコサインですね。ということで最後ここにコサインを入れてあげると表がパチンと完成しますね。ということで答えはこの表になります。はい、合格できる。